どこがやねんと。普通じゃないやん。どこが普通なんだと。普通ってなんだと。昔から、お、アリ、アリ、アリがいる。なんでこんなところにアリがいるんだ。おい。おい、何やってんだお前。いつの間にかにここに。あ、そうそうそう、ブレスレットまだ作った。これね、買ってくれる人がいるから、持ってくところもちょっと動画に収めようかな。まあ、いや、ちょっと見せようか。じゃかじゃん。結構気に、これが、まあ、ここはアマゾナイトに、アメジストにタイガー材。で、これは、これ一応ジェイドなのかな、それにトルマリンが入ったコーツに、アゲットに、アゲット、なんか特別な木、これはラピスだね。で、アマゾナイト、アベンチュリン、さらに今日作ったのはこれ、ドーン。まあ、みんな似てるっちゃ似てるんだけど、あるものは一緒だから。これでもいくらの価値あるかな、一つ。なんだろうな、購買力だよね、そのドルの持つ。だドルがこう、飽和して、何？まあ、そう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 。これで何が買えるんだと。今ね、そう、甘いものを食べたくなって、ある小麦粉とココナッツオイルとベーキングソーダと砂糖を適当に、あと水を適当に入れてこねくり回して、ベーキングシートにのせて今焼いてんだよね。何ができるかな、クッキーになるかなと思った。ナスディ。あ、蜂がまだいるよ、ここに。何やってんだよ。そうなんだよな。5分。何分ぐらいクッキーでどんぐらい焼くんだろう。ちょっと調べてみよう。
ベイキング、ビギン、砂糖もあんまり入れてないんじゃない、ほぼ小麦粉。全然調べないで食っちゃった。あ、もっとココナッツオイル入れてよかったんだ。Then add a quarter cup of non-dairy milk. I like to use almond milk, but any type of non-dairy milk will work. あ、ほぼ同じだね。Then add a splash of vanilla. I always just eyeball this. It's probably about a teaspoon. バニラって何なんだろう。入れてこれなかったな。Then you're going to add 2 cups of flour. 2 cups of flour. A teaspoon of baking soda and a teaspoon of baking powder. Just to save on dishes, I just mix this right in the bowl on top of the wet ingredients, and then after I stir it around a bit, I start mixing it in with the wet ingredients to create the dough. And it will look a little bit dry when you first start, but just keep persevering, and it will turn into a dough like this. So to make the snickerdoodles, you're just going to add some cane sugar and some cinnamon to a plate or a little bowl and mix them together, and then just roll the dough into balls, about a tablespoon or 2 tablespoons of dough.And you're going to roll it in the cinnamon sugar, and it's actually going to look like a timbit. If you don't live in Canada, you won't know what that is, but that's kind of what they look like. And then you're going to bake that at 350 Fahrenheit or 180 Celsius for about 10 to 12 minutes. Oh, もう少しじゃん。じゃあもういいや。おお。できてる、できてる、適当に作ったものが、あ、ほほ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 ほ、うまい、うん、あ、うまくない、あんま砂糖入れなかったから、なんだこの味、形はでも味はともかくなんだろう、おー、この質感はでもなかなか、なかなか美味しいじゃん、この味よく混ぜなかったから、本当に適当に作ったから、何なんだろう、クッキーっていうよりパンだな、これすごい、もうちょっとあれメープルシロップつけよう、これうまい、うまいね、うん、うまいな、これなんていうの、スコーンか、クッキーではないな、
明らかに小麦粉の量が多い。うまい。うまかったな。何だっけ、何の話してたんだっけ。あ、自己紹介ね、を昨日したんだけど、あ、生まれ埼玉県で生まれて普通の家庭って言ってたけど、まあ、どこが普通だっていう、普通ってなんだっけ、普通のやつがこんな髪型してね、39になって結婚せずに仕事もしないでブラブラしてるもんじゃないと。あー、なんかもう一個もっと食べたい、食べれるな今の。まあ今一緒、そんなに食べてもしょうがない。なんだろう、何がでも食べたい。あれに芋とか入れればいいのか。そうすると甘いもの好きなんだよな、やっぱ。そう、それで、なんでそれを言う、あ、そうそうそう、勝也さん、勝也くんの動画を見て、なんか日本語のあれだね。そうだから、初めてアメリカに来たのは91年だから、家族で小学校卒業してアメリカに来ることになったと。だから正確に言うと小卒なんじゃない、日本語のレベルは。だけどまあ、一応日本の大学日本に帰ったと。で、本も日本語で読める。だからこの社会経験が、今の美味しかったな結構。
まあ俺が誰でもいいんだけど、お前は誰だと。